日本と中国を結ぶ航空便の旅客者数がコロナ前の水準に回復しない中、全日空が中国で有名な音楽学校との提携を発表しました。全日空が提携するのは、ニューヨークのジュリアード学院の海外分校といえる天津ジュリアード学院です。全日空は学院の教授と生徒の移動や楽器の輸送に協力し、天津ジュリアード学院は全日空に公演チケットの割引提供などを行います。コロナによる移動制限は終わりましたが、全日空の日本と中国を結ぶ路線の旅客者数はコロナ前の水準には回復していません。全日空は文化活動を通じて人的交流を促進したいとしています。